さあ、皆さんこんにちは。ということで、今回は、前回までですね、パスタと、洋風系あげてたんで、今回は、これですね、もずくをなんと使った、今日はもずく丼を作っていきたいと思います。ということで、まずはじめに、いつものやつですね。ニンニク入れていきます。オリーブオイルですね。で、まずはこちらにこちらを炒めていきます。人参、粗みじん切りの人参を炒めていきます。で、これで人参が柔らかくなります。ちょっとお店のメニューにはないんですけど、たまにはですね、お店にないメニューを作ってみたらどうかということで、今回はこういう料理でやっていきたいと思います。もずく丼はね、なかなか食べる機会がないと思うので、ちょっとぜひこの動画を見て参考にしてもらえればなと思います。さあ、ある程度ですね、いい感じにこういう感じでですね、いい感じにしなしなしてきたので、ここで一旦ちょっとカメラを置きまして、ここでじゃあ肉のやつ、こちらをですね、ある程度焼けるまで、肉の色が茶色く火が通ったら、だしを入れて、最後に砂糖を入れていきます。よいしょ。さあ、どうですか、すでに美味しそうですよね。こちらを後から食べていく。さあ、ある程度ですね、こういう感じでひき肉と人参にある程度こうね、いい感じに火が通ったら、でこちらですね、でこれはただのカツオだしを入れていきます。そしてこちら、醤油とみりんですね、こちらも入れていきます。じゃあちょっとやることが何か、こちらで今日のパスタのパンにこちらを食べていく。最近ですね、箸の持ち方もいい感じになっています。こちらをですね、待ってる間に、食べていきたいと思います。最後にもずくを、入れて炒めていきたいと思います。最後に片栗粉、これでとろみをつけて完成です。これでもずく丼のあんの完成です。さあ、というわけで、ラストですね、盛り付けの方でやってみます。こちら、ご飯ですね。
これで完成です。もずく丼の完成です。じゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。